やハロー、みさきみさです。ということで、2月のアマゾンセール始まりました。今日もアマゾンセール商品を紹介していきたいと思います。セール期間は2月の1日から2月の4日の23時59分までになります。そして、アマゾンで買い物する前に、まずやっておくべきこと、概要欄に貼ってあるリンクから、こちらキャンペーンにエントリーするというボタンをポチッとクリックするだけ。これを押すだけでもらえるポイントっていうのが変わってきます。プライム会員の方ならプラス 1.5%、アマゾンマスターカードからの購入でプラス 3% になります。そして今回は食品飲料お酒のね購入はさらにプラス 5.5% ポイントアップということで、私ビール好きなんで、もう今回ビール2ケースぐらいいっちゃおうかなっていう風に思ってます。でプライム会員はねプラス 1.5% っていう風に言ったと思うんですけど、プライム会員になることによって Amazon プライムっていうアニメや映画ドラマなどが見放題、音楽だったりっていうのもね無料で聞いたりすることもできるので、プライムにはねもう絶対に入った方がいいっていうぐらい本当にもう損しないお得なねサブスクになっているので、まあ、よかったらね入ってみてください。ということでセール品を紹介する前に、もう Amazon セールの時はお決まりになってきた CIO の新製品をね送ってきていただいたので、そちらを紹介したいと思います。こちらですね、たくさん送っていただきました。で全部が新製品ではないんですけど、まあ、まずね一番に紹介するのはこちらですね、新製品のスマートコビースリムになります。前回紹介したこのスマートコビープロスリムの1万ミリアンペアよりも少ない5000ミリアンペアになっています。マックスアウトプットが 20W のトータルアウトプットが 15W、 大きさとかも違うんかな、わかんないんだけど、まあ、とりあえず開封したいと思います。よいしょ、お、超ちっちゃいです。もう手のひらに置くと小ささがわかるんじゃないでしょうか。クレジットカードとかの大きさと同じぐらい。しかも幅も 1.2 センチと、もう超スリム。見て見て、スマートコビープロスリムとね、比べるとこんな感じで大きさの差わかるでしょうか。で、厚さもこんな感じ。あ、重さも全然違う。もうこっち超軽い。本当に軽いよ。なんか容量 5000mAh だから、まあ、スマホ充電1回分ぐらいしかないんかな。で素材はもう最近多い脂肪加工ですね。なので傷も行きにくいし、汚れっていうのもマジでつきません。でここにディスプレイがついてて、この左側のボタンを押すと、あと何パーセント残量ありますよっていうのが確認できます。で上の方には2口ねタイプ C の差し込み口があるので、2台同時給電っていうのも可能です。前回紹介したこのプロスリムも1万ミリアンペアなのにコンパクトで、しかも差し込み口がタイプ C 2つとタイプ A 1つついてるっていうね、もうこれ紙モバイルバッテリーでしょってもう前回めちゃくちゃ言ったんですけど、それの容量が半分になったこっちがね出てしまったという感じですね。え、これめっちゃいいじゃん。そして続いてこちらはスマートコビーデュアになります。これも新製品かな。マックスアウトプット 20W、 トータルアウトプット 40W、 そして容量が1万ミリアンペアのモバイルバッテリーです。なんかさっきのスリム持ってからやからちょっと大きく感じはすんねんけど、まあ太さはあるけど物自体はそこまで大きくないっていうモバイルバッテリーですね。でここで注目してほしいんですけど、ここにボタンがあって、ここを押すとね、じゃん、わかる？ここに残量が表示されるの。これ良くない？めちゃくちゃかっこいい。やっぱりディスプレイタイプじゃない方がなんか可愛いよね。で重さはこのスマートコビープロスリムと比べると若干重いかもっていうぐらい。しかもなおかつこの同時充電の時でも高出力を維持してくれるので、スマホだけじゃなくてタブレット、イヤホン、スマートウォッチになったり、これ1台で急速充電することが可能です。これの何がいいかっていうと、1万ミリアンペアで、しかもなおかつタイプ C が2つさせて同時給電できて、こんな感じでおしゃれなのに、なんと価格が3000円台っていうね安さなんですよ。そしてなんと今回ずっと欲しいって言ってたこのカラビナをね送ってきていただきました。なんかね在庫が復活したらしい。だから今回のアマゾンセールとかでもしかして売ってるかも。はい、こんな感じです。かわいい。これがね何かっていうと、じゃん、こちらの滑らかで絡まない CIO のシリコンケーブル。このケーブルをね使うんですけど、このカラビナですね、この後ろ側に差し込み口がねあるんですよ。ここにこのケーブルを
こんな感じで刺すの。こうやって刺すことによって、まあ、ケーブル絡まらんし、しかもカラビナになっているので、ここにつけておけばケーブルを持っていくことを忘れることもないし、ケーブルをなくしてしまうっていうこともないし、ケーブル忘れたらすぐ気づくもんね。で、あのポーチにつけれるかなって思ったんですけど、こういうようなちょっとちっちゃめの穴のポーチはね、入れません。ちょっとね、このカラビナの部分が結構太い。まあバッグにつけれればね、問題ないでしょう。よかったら皆さんね、買ってみてください。今回紹介したこのスリムなね、モバイルバッテリーと、この短いケーブル。これだけで充電できるから、すごい便利だと思う。ちなみにこれめっちゃ良かったんですけど、もうすでにね、売り切れみたいです。ということで、ここからは Amazon のセール品紹介をやっていきます。まずはこちらサーマルテイクの CPU クーラーです。これ最近ね、私が黒い PC、自作 PC 組んだと思うんですけど、その時に使った PC パーツになります。こちら 18,162 円の 16% オフで 15,339 円になります。で、いつもだと 18,000、17,000円台ですね。で、最近ね、15,339 円になったということで、最近安くなっているので、よかったら気になってた方はね、買ってみてください。残り11点です。そしてこちらが先ほどの白色のモデルですかね。黒よりも高くなってるんですけど、まあ、240mm だとこの 13,467 円で購入できちゃいます。これもね、残り10点ですね。お早めに。で、これがさっきの PC パーツと一緒に組んだ時のね、マザーボードになります。で、これね、タイムセール価格にはなってないんですけど、59,927 円で今売ってるんですよ。で、ちょっと前まで6万円台で、まあ、Amazon 以外のつくもだったりでもこれぐらいの値段で安くなってきてるので、まあ、今回ね、紹介させていただきました。ということで、続いてはコルセアさんのメモリですね。コルセアさんの DDR5 7200MHz のメモリです。これが 16% オフの 32,369 円で購入できます。で、このメモリね、結構高さあるんですよね。高さあるので、まあ、そのあたりちょっと注意なんですけど、このメモリっていうのがね、なんとカスタマイズすることができるんですよ。あ、これ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 。このアクセサリー以下が。あとは 3D プリンターでこの上の部分をね、自分で作ったりすることもできるらしい。ちなみにね、白色っていうのもあります。で、サイズは 7200MHz だけじゃなくて、6000だったり7000だったり、あとは容量がね、あの 16GB だけじゃなくて、24GB2 枚のね、48GB っていうメモリも売っています。はい、続いてはですね、NGXT のクラーケンエリート RGB CPU クーラーになります。これは超最近の動画で、白いね、NGXT の PC 組んだ時に使った簡易水冷になります。まあ、その時使ったのはね、この 360mm の簡易水冷なんですけど、こっちは安くなってなくて、280mm と 240mm がね、今回安くなっています。240mm の白色だと 33% オフ、28,800円で現在購入することができます。まあ、普段に38,000円だったり、安い時でも32,000円。で、今回28,800円なってるんで、買い時です。残り9点です。今回 PC 系結構売れてますね。で、このクラケンエリートを前回使ったんですけど、それのもう少しヘッドが小さくて解像度が低いっていうのがこちらのクラケン RGB になります。で、ヘッドの部分ちょっと小ぶりかな。なんで、なんかちょっとスタイリッシュな感じがいいなっていう人はこのクラケン RGB で、ちょっと可愛い系がいいなっていう人はね、このエリートにした方がね、いいかなって。240×240 なんですよ、解像度が。で、フレームレートが 30Hz。で、こっちはね、640×640 でフレームレートが 60Hz とね、エリートの方が、まあ、だいぶね、綺麗です。めちゃくちゃ綺麗。なんか写真とかもね、設定しても、もう写真そのまま綺麗にね、猫の毛とか一本一本見えるぐらいね、本当に綺麗なディスプレイの簡易水冷になっているので、すっごいおすすめです。まあちょっと高いけど。続いてはサーマルテイクのザ・タワー100ですね。これがね、なんと1万円で購入できるようになってます。もう可愛い PC ケースといえばね、このサーマルテイクの PC ケースでしょっていうね、定番のやつなんですけど、本当に可愛いんですよ。超可愛くない？もう真っ白で。で、しかも白だけじゃなくて、こんな感じでターコイズだったり、ブラックだったり、グリーンだったり、これ何色？抹茶？抹茶グリーンもあるらしい。こ
これぐらいカラーがね、たくさんありまして、これとかも可愛いよね、ターコイズ。でね、結構小さめの PC ケースになってるんですけど、通気性だったりっていうのもすごい考えられてる PC ケースで、この部分にね、ディスプレイをつけたりすることもできるんですよね。この LCD パネルキットっていうのを購入すると、この PC ケースの下にね、ディスプレイもつけれて、さらにおしゃれになるよってやつなんですけど、まあ、PC ケースより高いですね、だいぶ。PC ケース2台ぐらい買えちゃう。そんな感じで、サーマルテイクの PC ケース欲しいと思ってた人はね、今買い時です。ちなみにタワー200もちょっとね、安くなってますね。こっちの方がちょっと大きめの方かな。さっきのやつより大きい PC ケースになります。またね、サーマルテイクの PC 組予定なんでお楽しみに。はい、続いてはですね、私がいつも動画で使ってる電動ドライバーですね。これも安くなってます。 20% オフの2460円で購入できます。 USB Type-C で充電するタイプのドライバーで、充電しておくとこれ単体でね使えるし、この先っちょがね19本、19種類ね入ってます。この電動ドライバーはね、もう一家に一台絶対にあった方がいいっていう風にね、私は思ってるんで、まだ買ったことないよっていう方はね、ぜひ安いんでね、買ってみてください。これが一番いいのかっていうのは、わからへん。これしか使ってないから。他ね、なんかいろいろあるんやけど、こうずらーっとね、見てると、一番安くて、しかも種類もたくさん入ってて、ちなみにこれ2022年に購入してんだけど、今2024年でしょ？ 1 年半以上はね、使えてますね、この価格で。PC を組むってなるとね、やっぱこれぐらいコンパクトな方がいいと思うんで、これよかったら買ってみてください。続いてはコルセア IQ2000D RGB Airflow になります。タワー型の PC ケースですね。これが 31,272 円から、なんと 36% オフの 19,980 円。そしてさらに 20% オフということで、約半額とね、めちゃくちゃ安くなっています。これ実際に見たことあるんですけど、かっこいいんですよね、本当に。おしゃれな家に置きたいなっていうインテリアにもなるね、PC ケースで、こんな感じで、もうバラバラにすることができるんですよ。上も取れるし、もう全部のね、面が取れてしまう、着脱可能っていうことで、カスタマイズしたり、あとで PC パーツ変えるっていう時にね、楽な PC ケースですね。組む時はちょっとね、他とは違いそうですよね。続いては L 型のウェーブマイクアームホワイトになります。現在 11% オフの 13,800 円で買えます。普段より1000円ぐらい安くなってますね。このマイクアーム本当にいいんですよ。マジで良くて、黒色使ってたんですけど、モニターの下からね、こんな感じでマイクアームを出すことができるので、視界のね、邪魔にもならないし、しかも写真を撮ったりするときにね、すごいね、見た目がよく映ります。ここも曲がるし、このね、真ん中の方も曲がるし、この先っちょの方も曲がるし、すごいね、ぐにゃぐにゃ曲がるようなマイクアームになっているので、使わないときはね、折りたたんで、このモニターの後ろに隠したりだとか、そういったこともね、できるようなマイクアームになります。しかもね、可動域っていうのもすっごい広いの。でね、このマイクから出てるケーブル、これをね、隠すことができるんですね。ここのね、カバーの部分が、なんとマグネットになってて、ケーブルを隠したり取り出したり、調整するのにさ、こういちいちこうネジで締めてたら、ケーブル調整できたりできないじゃないですか。でもこのマグネットになってることによって、ケーブル調整しやすいし、しかもなおかつ、マグネットだったら、こう力が加わったら外れるようになってるんで、ケーブル引っ張られてんなとかそういうのがわかるんで、ケーブルだったり、マイク本体のね、故障っていうところもね、しづらいんちゃうかなって思います。続いてはSteelシリーズのエイリアスという USB マイクになります。これも結構割と最近出た新製品になるんですけど、10% オフの、10% オフの 26,982 円で購入できます。これ以前レビューさせてもらったんですけど、本当にいいと思います。USB マイクで、音もいいし、しかもね、映えるんですよね。この下の部分、オレンジになってるかと思うんですけど、ここがね、光ります。で、なおかつ自分の好きな色に変更することもできます。で、画像にはね、多分ないと思うんだけど、あ、ありますね。これ、ミュート状態にすると、この真ん中の部分がバツって出るんですよ。だから、ミュート状態っていうのもわかりやすいし、何よりめっちゃ可愛い。デスクに置いてたらめっちゃ可愛くない？これ。もうデザインもいいなっていうようなね、そんな製品で。
で、この真ん中の部分にね、この緑となんか赤色みたいな、なんかゲージがあると思うんですけど、ここがね、光るんですよ。なので、自分の喋っている声の大きさっていうのが一目でわかります。で、ここのマイクのこの部分の素材っていうのが、なんて言うんだろう、布っぽいような、布ではないんだけど、布っぽい、こう、メッシュの素材になってて、もうここもね、おしゃれなんですよね。今までのマイクにないような素材が使われてて、こんなおしゃれで可愛いマイク他にないなって思うぐらいすっごい気に入ったんですけど、まあ、普段なんで使ってないかっていうと、白色がないんですよ。そう、黒色なんですよね。で、ちなみに、これのアリアスプロっていうのがあって、これ。このね、オーディオインターフェースみたいなのがね、ついてくるっていうやつが、この 47,682 円で売ってるんですけど、さっきのが USB で接続するタイプで、こっちが XLR 端子になっているので、さらにね、高音質を求める方はね、このアリアスプロを購入するのがいいのかなっていう感じなんですけど、ちなみにこっちはね、この下の部分光らないんですよ。そう。なのでね、ゲーム実況とか、ゲームで喋るぐらいしかしないよっていう人もね、もうこの USB マイクがおすすめです。はい、ということでゲーミングデバイスと PC パーツの紹介をこれぐらいにしておいて、こっからは、まあ、食品だったりそのあたり紹介します。まずはメグリズムですね。冬になるとね、マジでこの蒸気でホットアイマスクが欠かせなくなっちゃうんですよね。16万入って1263円、1万円あたり70円ぐらい。で、使ったことない人、もったいないなって買わん人多いと思うんだけど、一回ね、ちょっと疲れた時に使ってみてください。で、一番ね、私的におすすめなのが、短時間しか寝れない時、もう目覚めがすごいスッキリする。香りもね、たくさんあります。ラベンダー、ローズ、ユズだったり、森林浴だったり、たくさんあって、バラエティパックも確かあったと思うんだけど、そこはね、まあ自分で検索してください。続いてはね、いつも紹介してるアイリス大山パックご飯ですね。200g、180g のやつ結構多いんですけど、少なすぎるんですね。私でもね、少ないって思うぐらいなんで、200g の方がね、おすすめです。前回のアマゾンセールでも紹介したと思うんですけど、まあ地震だったり、もう最近多くなってるんで、こういったパックご飯だったり、お水だったり、非常食だったり、今回食品系がポイントアップキャンペーンの対象になっているので、もうその辺買っておいた方がいいんちゃうかなって思ってます。で、非常食ね、おすすめは、吉野の缶飯とか、非常食の中ではね、美味しいと結構話題の商品でして、1個あたり810円とちょっと高めにはなってるんですけど、まあ、賞味期限とかも長いし、まあ、なんかあった時のために、まあ美味しいご飯が食べれるようにね、買っておいた方がいいんちゃうかなって感じで、なんとね、前回私が実際にね、食べてこれの美味しさを紹介したんですけど、なんと売り切れております。販売してない、最悪だ。まあ在庫復活したら買おうかなっていう感じですね。このね、非常食もおすすめです。そして続いてはですね、これノニオですね。歯磨き粉プラスホワイトニングっていうね、シリーズの歯磨き粉が2つついたやつ、これが657円ということで、まあ、普段よりね、だいぶね、安くなっております。普段876円だって。で、ホワイトニング系の歯磨き粉って結構高くて、1本あたり1500円とかするやつするんですけど、これはね、安いんですよね。だからね、これを使ってたりするんですけど、で、ノニオね、私めっちゃ好きで、いつも紹介してんねんけど、このノニオの舌クリーナーと舌専用クリーニングジェルっていうの。これが本当におすすめ。もうマジで使ってほしい。もう全員に使ってほしいっていうぐらいおすすめで、クリーニングジェルっていうのも歯磨き粉でええやんって話なんですけど、この舌専用のクリーニングジェルはね、ゴシゴシしなくても、簡単にこの舌の汚れが塊になってね、落ちてくるんですよ。歯ブラシでゴシゴシすると舌に悪いんですよ。ゴシゴシするとダメって言われなかった？で、これはね、もうゴシゴシする必要性ない。もうシュッシュッシュでもう終了です。まあ、普段はね、もう700何本とかで、まあ、高い時800円だったりして、まあ、それでもね、この2つセットでその価格やったら安いなっていう風に私的には思うんですけど、なんと現在は 29% オフの503円。たったワンコインと1円玉3枚で、お願いやから一回騙されたと思って使ってみてください。まあ、これね、全員におすすめしたいねんけど、特におすすめなのは、お父さん。そう、お父さん。お父さんね、よくね、舌をうわーってやって、うえーってね、言うところを聞く娘。それに聞く娘がね、私だったんで、ぜひお父さんにね、まあ、今回買って送ってあげようかな。
はい、続いてはですね、アマゾンの炭酸水ラベルレスになります。まあ、水とかも買うのもいいと思うんですけど、まあ、炭酸水とかもね、1本あたり50円で、全部で24本1190円で売っているので、まあ、これと、もうお酒とかね、今回買っちゃう。合わせて買っちゃうと、まあ、ポイントアップキャンペーンの対象なんで、まあ、炭酸水も買うのをね、忘れないようにしましょうという感じです。あとはどん兵衛とかもね、いいですよね。これ低糖質、食物繊維3分の2日分。3分の2日分って何？はい、そしてすき家の牛丼ですね。これ 135g が20袋入って19% オフ、5280円、1袋あたり264円で購入できます。もうこれもね、まあ、今回絶対買いですね。思ったんだけど、やっぱりね、すき家派です。私は。松屋前回買ったんだけど、やっぱりすき家だわ。まあ、肉的には吉野家が一番好きなんですけど、吉野家はね、ちょっとね、冷凍高いんですよね。そう、1個あたり多分300何ぼとかするんで、まあ、安くで美味しいといえばやっぱりすき家ということでね、いろいろね、特選タイムセールで安くなってるんで、バラエティパック買うのもいいし、まあ、単品でね、たくさん安い時に買うっていうのもいいと思います。最近ね、購入して思ったんだけど、ホタテめっちゃいい。うん。あの、冷凍ホタテめっちゃいい。食べたい時に食べたい数だけ解凍して、もうおつまみにできるし、しかもこの間さ、バター炒め？ホタテのバター炒め作ったんですけど、もう超美味しかった。ビールも見よーっと。今回ビール安くなっているのなんかあるかなあ、最近ね、私がめっちゃハマってるビールっていうのが、これ。このキリンビールの一番搾り、糖質ゼロにね、もう激ハマりしてます。これ、なんとこれね、発泡酒じゃなくて、ビールなんですよ。そう、ビールの糖質ゼロのビールということで、もうめっちゃ美味しいよ。もう糖質ゼロと思えないぐらいの、ビールって感じの味してます。で、これ今回買わないとな。まあ、1本あたり181円ですね、今回。で、いつもはね、私はこの 500ml のやつを買ってるんですけど、ただね、届いた時の状況がね、最悪で、このさ、ケースのさ、端っこが全部破れてました。で、なんか配達の人がびっくりしてて、すいません、大丈夫ですか？って言われて。いや、まあ、中身、無事だったら全然いいんで、言うて。それで、まあ引き取ったんですけど、中身へこんでるわけじゃないし、別に問題ないねんけど、まあぐじゃぐじゃやったよっていう感じ。あとなんだろうな、今回安いやつを見つけたいな。6%、5% が結構多かったりするんですけど、あ、この氷結とか ?1 本あたり121円だって、無糖。でもやっぱりレモンサワーといえばこだわり酒場ですよね。これも1本あたり114円、7% オフで買えます。Amazon セールの時は基本的にビールスーパーで買うのとそこまで変わんないんですよね。で、しかもね、今回ポイントアップキャンペーン対象ということで、もうビールは山ほど買った方がいいと思います。あ、これがね、私結構好きなんですよね。あの、本麒麟。でもこれ 5% オフだ。キリンラバーめっちゃ安いんちゃう？ 11% オフやって。まあ、1本で239円で普段私飲まないんで、値段安いのかちょっとよくわかんないんだけど、まあ、安かったらね、買うのもいいんじゃないかな。はい、ということで、2月の Amazon セールおすすめ商品を紹介しました。まあ、今回ね、ちょっと安い商品少ないんちゃうかなとか思ったりしたんですけど、もうどうなんかな？皆さんはいいセール品見つけましたか？おすすめの食品だったり、飲み物だったり、よかったらコメント欄で教えてください。ということで以上、みさきみさでした。じゃあのー。